The battle has begun. さあインフィルトレーション相手にここまでこの数字しさあ投げを見とるダウンドってのはやっぱ崩すのに相当苦労してますよね、はい、インフィル側は。なるほど。さあそしてこの竜巻めくり跡はかなり効果的に機能してますね。そうなんです、あれは見てからガードっていうのは絶対できないので、あそうですね、読みで前に入れたりするしかないんですけど、はいはい、そこで第5とかしっかりリターンを取られてしまうっていうのは。なるほど。後ろ投げの後は相当龍が期待値は高いですよね。そこは竜巻めくりだった。さあ勝利セミレス素直に来た。これがヒット。これも今までなかなか使わなかったと思うんですけどね、はい、この長期戦の終盤で来ましたね。最初に我慢した回があった。さあ表の選択肢が裏の状況になっているからこそ出した時にその選択肢は裏となる。しかし波動上から来る代々から竜巻昇竜このヘリあんなに蹴れるか。大足を引かせの大足差し返しだが投げはグラップガードが硬い。中を見せて波動が当たる。さあやはり狙っている。それでもインフィルは大足を振っていく。地上戦勝負をやめない。打ち合い、ここは大パン対空。うわうわきた弱小リーメス。このヘリ今の早めに出すの難しいんですよ。灼熱。うおー、これで8-2。ここまでは有言実行。ここまで来ましたね。来ましたよ。次取ったらもうリーチですから。そうですね、リーチかけられたらさすがに相当苦しくなりますよね。厳しいですね。ここは本当に踏ん張りどころだと思います。インフィルトレーションにとって。さあインフィルトレーションここからの超逆転どのように描くか。さあ遠距離波動が冴える。地上戦をやろうとするとやはりあの近距離波動はいきますよね。そうですね。でセービングとかで取ろうとしても、はい、そこに、はい、そこ見られてたら最初の前ジャンプからの、はい、コンボが待ってますんで、はいはい、振り分け方が相当厳しいんですよね。うまい怪しい追撃カウンター見ていた中段走りがね追い込まれるときついんですけど、はい、端から逃げようとキャッキーとか、はい、ジャンプ竜巻とか優秀な技持ってるんですけど、はい、梅さんの昇竜拳が速すぎて、はい、裏に回る前に疲れてます。ちょうど頂点で打ち落とされると。でそこで近づいてからそういうことをやる必要があるんですけど、はい、近づくまでに、はい、やっぱ中足だとか、はい、なってしまうことが多いです。なるほど。しかしこのラウンドはインフィルトレーションうまく自分のリズムを作っているが、さあ中足竜巻まで、うわうまい、いやきっちり勝利は出る。大パン、さあ投げが使ったが波動の打ち合い上を通す。ここで飛ぶか。ゲージは待つ。最終ラウンドいい形で持ってった。あーちょっとインフィルトレーション苦しそうな表情にも見えましたが、ちょっと見せたかもしれないですね。さあしかし一つ一つの駆け引きで勝って自分のいい状況にしたい。その状況を作るのはリーチがかかる前でありたい。そうですね。このラウンドはここは絶対に落とせない。大切です。どうする前にして踏み込み中足大事相打ち OK 勝利も見せる。眼球を打ちつつ梅原は落ち着いている。どっしりと構えながら伺う波動。波動打った波動当たる。なんとか飛び足になる。合わせたいんですけどね波動に。やっぱりこのでも早めなんですよ。早出し弱小流恐るべし。当たった当たった。インフィルのチャンスになる。ミスにやった。インフィルトレーションらしからぬミス。珍しいですね。珍しいですね。し
かし無情にもこれでリーチがかかった。スコアは9-2、梅原リーチ。さあリーチかけて、はい、そこから何かが変わるのか。さあセリフ外野手を待っていた。さあここは要するの形になったか、コンボミスだったか。さあしかし序盤で3割程度ダメージを重ねた大社ガード。ハード打つ、ハード打つ、上を通すインフィル。さあ大軌道だったか、おお外野手に俊足。さあぶっとい策で流れを変えに来たか。まさかハマってるとは気づきませんでしたね。体力リードしたインフィルトレーション、やりに来ているか。しかし梅原のこの波動、こっちもやりに来てますね。足は止まらない。うわー大足まで、おーこれは抜けるか。うわー進撃受け、これがあったインフィルの意地。このままでは終われない。あの冷静でしたね。ガードしてしまうと、はい、非常に今龍側が有利な波動だったんですけど、はい、戦国でのみ返せる波動でしたね。そこしかない。針穴を通した。灼熱まで、ダイゴスから様子を見る。さあここで一本返したい。すでにリーチはかかっている。ここはガード、大志が追ってくる。さあここはアールが速い。さあ逃げたのがでかい。バコン進撃、これは取りに来てますね。取りに来ているインフィルトレーション。しかしゲージが、ゲージ差が相当あるので、しまった。さあ真空はどこで狙いますかね。おっと、おっ、竜巻にした。そしてあいち、さあ梅原は次のラウンドを見るという可能性もそうですねありますかね。さあどうする、灼熱ゼロドロップ。わあそれでも当たる。これは梅原がいい形で、さあリーチファイナルポイントですね。これマッチポイントですね。このラウンドを取れば勝ちが決まるウイニングポイント。ガードしている。さあ真空が溜まった。どうする、次は灼熱。次には微妙な距離だったが、ダイヤシン、そしてハードイフが前に来て、さあきっちりコンボをつなげて、ハードハード、体力差はない。この状況でゲージ差がある、重くのしかかる。灼熱トビア当たっている。トビ焼酎。さあこの画面端、ここで決め切りたい。最新わーキーフィルトレーション。さあどうする、昇竜から、おフィルトレーション相手に貫禄の10-2勝ったのは梅原。時戸さん、はい、一言お願いいたします。お見事でした。お見事。いやもうこれは完全に有言実行と言って、そうですよね、いい、まあ、内容的にもそうですね。今回本当にウメさんは合気戦に絞って、はい、すごい時間をかけてきたんですよ、はい。はい、こちらの方にですね、梅原さんに来ていただいて、お話を伺えるということなので、はい、はい、
それでは、はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。どうも。いやー、とんでもないことが、あ、こちらマイクはこちらでお願いします。さあ、こちら来ていただきました。あ、インフィルトレーションさんにも来ていただきましたね。まずは、こちら梅原さんから紹介します。梅原さんです、よろしくお願いします。お願いします。さあ、では梅原さんの方からお話聞いていきたいと思うんですが、はい、まずはお疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。いかがでしたか。なんかなんですかね、まあ、いろんな大会とか、まあ、プロになってからあったんですけど、はい、このエキシビジョンマッチは、はい、多分一番もう勝つことだけを考えて、どうすれば勝てるかなっていうのをすごい自分なりに真剣に考えて、これここまでやって負けたら、はい、なんかもう一からやり直しだなみたいな俺のなんかそういう経験とか全部、はい、なんかなかったことにして頑張るぐらいっていうぐらい、このエキシビジョンマッチ決まってからの練習は内容が濃かったと思います。その時戸さんに先ほどお話を聞いたときに、うん、実際に対戦されたのは最後の方だったというお話だったんですが、そうですね、とりあえず、はい、対戦する前に、はい、動画は超見たんですよね、はいはいはい、彼の動画はたくさん見て、はい、であと自分のなんか手癖とかも全部自分で見て、あ、これ癖になってるなとか、はい、ここはもっとこうした方がいいなとかを調べて、あとはそのこれにはこれみたいなのを状況ごとに一応自分なりに全部調べたつもりだったんですよ。全部ですか。このアシュラはなんか波動で枯れるとかだったんで、まあで一通り出揃ったなと思った時にボンとか、はい、あとは大阪のロクさん、あ、ロクさん、はい、とかに協力してもらって、はい、で結構いい感じだったんで、はい、で最後に時々にちょっとじゃあっていうことでやってたら、まあ、大体みんな同じ戦い方でいけたから、さすがにこれはいけるんじゃないかなっていう感じはありましたね。なるほど。かなりそのこの試合前に結構ご自身で強気の発言をされていたとお見受けしたんですが、まあ強気、強気、まあそうですね、てか強気なことを言えないぐらいじゃ多分受けない受けないでしょ、ね。いや本当に結果として見事な有言実行、そういうことになりましたね。いや本当にお見それいたしました、はいはい、最後にこのマットキャッツアンベールドに集まってくださった方、そして見ていただいている方に一言お願いします。多分もう終電ない人結構いると思うんですけど、遅くまでお疲れ様でした、はい、まあ、結構応援して基本的にはやっぱり同じ、はい、日本人なんで応援してくれてたと思うんですけど、はい、おかげで勝てました。ありがとうございました、はい、素晴らしい試合をありがとうございました。梅原さんでした。はい、そしてですねこちら、私の左手側にはですね、インフィルトレーションさんにも来ていただいております。ちょっと、すいませんマイクの方、はい、まずはお疲れ様でした。ありがとうございました。すいません、ですねちょっと申し訳ございません、こちらマイクの方をですね、はい、これごとお持ちします。あ、すいません、ありがとうございます。はい、こちら今、インフィルトレーションさん、そして通訳の方にですねマイクの方をお渡しいたしまして、お話を伺っていこうと思います。はい、梅原さんとの対戦を終えて、お気持ちはいかがでしょうか。일단은또하나배웠다는점에서는기쁜데패배가아직남아있는상태이기때문에이여운이쉽게가시지는않아요그래서오메하라선수가많이연구했다는걸느꼈고이번엔제가돌려드릴차례니까더열심히연습해서더좋은게임만들도록하겠습니다。
まずはですね、まあ、もう一つ習ったという気分、あの嬉しさが一つありますけれども、やはり負けてしまったという気持ちが拭えません。でそういった部分で、まあ、梅原さんがあのたくさん研究をしてくださったという話を聞いて、あのとても嬉しく思いますし、さらにあのまたいいゲームにするために今後 私が今度はそれを返したいというふうに思っています。実際この、勝負に向けてインフィルトレーションさんが竜との対戦っていうのはやはり研究は今までとは違うものにされてきたと思うんですが、その部分はいかがでしょうか。전체적으로竜하고많이싸웠던기억은그렇게많지않은데한국에서대신에우메하라선수와대전을할걸알고있었기때문에여러가지패턴이라든가테크닉을많이만들어뒀는데그걸많이써먹지못하고우메하라선수의페이스에좀많이말려든것같아서그게좀많이아쉽습니다。まあ、全体的にですね、竜との対戦は、まあ、多くはあのしなかったんですけれど、韓国では多くはしなかったんですけれども、梅原さんと対戦させていただくということを知っていたので、その梅原さんのパターンとかテクニックとかそういった部分を、まあ、自分なりに研究したんですけれども、今回はそれをうまく使うことができず、まあ、梅原さんのペースに巻き込まれてしまったという感じですね。はい、ありがとうございます。ではですね、こちら、遅くまで会場にたくさん集まってくださった方、そして、このストリームを、見ていただいている方に一言お願いいたします。일단늦게까지이이벤트들을보러와주신많은일본뿐만아니라전세계여러분들한테감사드리고멋진경기펼쳐서비등비등한승부가됐으면좋았는데많이밀린감이있어서좀혹시나응원하시는분들이계셨다면좀죄송스럽고다음에더멋진모습으로더다음에는이길수있도록더노력하겠습니다감사합니다遅い時間まであのこのようにあのイベントに残ってくださった方々にあのとても感謝をしたいと思いますし、まあ、日本だけではなくて全世界の方々応援してくださったと思うんですけれども、あのかっこいい戦闘をあの繰り広げることができなくて大変申し訳なく思いますし、まあ、あのいるとは思うんですけれども、私を応援してくださった方々にすごく申し訳ない気持ちもありますので、次の試合には必ずあのかっこいい姿をお見せしたいと思っております。ありがとうございました。はい、インフィルトレーションさんでした。ありがとうございました。さあ、ということでですね、全ての、エキシビションマッチそして、予定していたですねプログラムの方は、終了となりまして、かなりですね、予定していた時間よりも遅く、なってしまいましたが、これにてですね、こちらのストリームそしてイベントの方は、締めとさせていただきたいと思います。明日明後日とですね、東京ゲームショー、マッドキャッツのブースでではですね、エキシビションマッチ、そして日曜日はトーナメントと、まだまだ催し物たくさんございますんでね、そして、こちらの、インフィルトレーション選手そして梅原選手もですね、そちらマットキャッツブースの方に、いらっしゃいますんで、ぜひですね遊びに来ていただければと思います。では本日は、ありがとうございました。失礼いたします。